特に翔くんのソロ曲、透明になりたいでは、光とスモークの演出が非常に効果的に使われ、観客はまるで彼の夢の中にいるかのような感覚に包まれました。10月3日、宮城で行われた、ナンバーアンダーラインアイナンバーワンツアーの初日は、参加者たちにとってまさに特別な夜となりました。ファンからの多くのレポートや感想がネット上で広がり、 その熱気はまるでライブがまだ続いているかのように感じられます。翔くん、岸くん、神宮寺くんの3人が見せたステージパフォーマンスは、ただのエンターテイメントを超え、彼らの成長と新しい挑戦を象徴するものでした。ライブのオープニングから、すでに会場は高揚感に包まれており、ファンは期待に胸を膨らませながらその瞬間を待っていました。ライブが始まると、 すぐに観客たちはその魔法のような世界に引き込まれました。三人が登場した瞬間、ステージの照明や音響、そしてダンスが完璧に調和し、一瞬で観客を魅了しました。彼らの演出には緻密な計画が感じられ、特に翔くんのソロ曲、透明になりたいでは、光とスモークの演出が非常に効果的に使われ、 観客はまるで彼の夢の中にいるかのような感覚に包まれました。この曲は、将軍が少年時代から持っていた可憐さや美しさが、さらに神踊りじし存在へと成長した姿を象徴しており、ファンの心を打ちました。その瞬間、観客は一体感を感じ、会場全体が彼の歌声と共鳴しました。あるファンは、 この曲が言葉に表せないほど感動的だったと語り、隣にいた i l イズさんが大号泣していたことをレポートしています。このエモーショナルな瞬間は、ライブ全体の中でも特に印象的だったと多くの人が感じたようです。翔くんのソロパフォーマンスは、アイドルとしての彼のキャリアを超えて、アーティストとしての成長を強く示すものでした。ライブ全体の構成は、 観客を飽きさせない工夫が随所に見られました。例えば岸くんがギターを手に取りアレンジの効いた音を奏で始めた瞬間はファンにとって予想外であり特別な瞬間となりました彼のギタープレイは音楽的な才能をさらに引き立て観客を一層興奮させましたあるファンはこのシーンを双眼鏡でずっと見つめ続け 完全に釘付け家になっていたと語っています。このように、メンバーそれぞれが独自の個性と才能を発揮し、観客に忘れられない瞬間を提供しました。一方で、神宮寺君のパフォーマンスは、歌の世界観を大ごとにしており、ファンサービスが控えめであったにもかかわらず、その控えめな姿勢が逆にファンにとっては愛惜しかったと語る人も多くいました。 彼は観客全体に手を振りながら、微笑みを浮かべてステージから ILIs たちを見つめ、その空間全体を大切にしているような印象を与えました。彼のファンサービスの少なさは、ファンに対する距離感を作るのではなく、むしろその慎重さが彼の真剣さを感じさせ、歌やパフォーマンスに対する真摯な姿勢を伝えるものとなりました。ライブの進行中、 アリトロやスタトロといった演出が用いられ、ファンとの距離を縮める場面が随所にありました。これは、ただの偶像的なアイドルとしてではなく、彼らが観客とのつながりを非常に大切にしていることを象徴しています。ステージを降りて、直接ファンと近くで触れ合うことで、観客は彼らとの一体感をより深く感じることができました。また、ファンの中には、 彼らがステージ中央でそれぞれのラップを披露するスタイルが特に印象的だったと語る人もいました。巨大なモニターに映し出される別撮りの映像と、ライブでの彼らの姿が重なり合い、どこを見てもかっこよさが溢れる瞬間が多かったと言います。また、演出面においても驚きが多く、本物の水を使ったパフォーマンスや、センターステージの仕掛けなど、予想を超える展開が続きました。 オーケストラのコンセプトを取り入れたライティングの美しさにも多くのファンが感動し、その場にいるだけで圧倒されるような壮大な演出が繰り広げられました。あるファンは、この演出に驚きっぱなしだったと語り、どこを切り取っても最高の瞬間であったと振り返っています。ライブ後も、その興奮は冷めやらず、多くのファンがネット上に感想を投稿し、 他のファンたちとその喜びを共有しました。あるファンは、終始、最高だったとしか言えないライブだった、と言い、ライブの余韻に浸る姿が多く見られました。また、MC の時間帯では、3人のリラックスした雰囲気と親しみやすさが感じられ、アイドルとしての彼らの可愛らしさや魅力が再確認されました。この MC の和やかな雰囲気と、 ステージ上でのプロフェッショナルなパフォーマンスとの対比が、ファンにとってはさらに愛惜しく感じられる要因となったようです。特に、ライブの最後に行われた、クラップのリクエストでは、観客がペンライトや内ちを持っていたために音が出にくい状況でしたが、岸くんが、もっとください、と何度もお願いする姿が印象的でした。このような小さなエピソードも、ファンとのつながりを強く感じさせるものであり、 ライブ全体を通して彼らがファンとの絆を大切にしていることが明確に伝わりました。また現場での CD 購入者に配布されたオリジナルチケット絵柄カードもファンにとって嬉しいサプライズでした。このカードは思っていたよりも小さくてかわいらしく光沢と厚みがあってしっかりとした作りだったためスマホケースに入れて持ち歩くファンも多かったようです。 このような細部にまでこだわったプレゼントも、ライブの思い出をさらに特別なものにしてくれる要素となりました。このライブは、ただ楽しいだけではなく、彼らの成長や新しい挑戦を見せつける場でもありました。かつて、MR. キングとして活動していた頃の姿から、今や成熟したアーティストとしての彼らを目の当たりにし、ファンたちはその変化に感動し続けました。 彼らが歩んできた道のり、そしてこれからの未来に向けての期待が、このライブを通じて一層高まったことは間違いありません。そして、ライブが終わった後も、多くのファンが SNS を通じて感想をシェアし続け、その熱気は止まることを知りません。現場に行けなかったファンたちも、投稿された画像や動画、レポートを見てその喜びを分かち合い、 自分たちもその瞬間に参加しているかのような気持ちを抱きました。あるファンは、音声がない動画を見ながらも、ただそれを見るだけで泣きそうになると語り、それほどまでにこのライブが感動的であったことを伝えています。最終的に、このライブはただの、アイドルのコンサートではなく、観客に深い感動を与えるアートのような体験でした。翔くん、岸くん、神宮寺くんの三人は、 それぞれの個性と才能を最大。現に発揮し、観客全員を魅了し続けました。彼らのファンである i l イズたちは、この日を一生忘れることはないでしょう。そして、彼らの未来の活躍に対する期待は、さらに高まっていくことでしょう。